着いたぞ。ここがウィスキント。ダナもレナも同じように暮らせる町だ。私でも。ああ、私が保証する。ニズの後じゃ信じられないのも無理ないか。俺たちも初めて来た時はそうだった。ならドラシンを訪ねるついでに町の様子を観察してみるといい。誰？新しくここに住む人の面倒を見てくれる人だ。必要な手続きは全部してくれるぞ。まあ、まずは町を見て回ろう。住むかどうかそれから決めてもいい。ナザミルはビスキントは初めて？うん、町にはなるべく近寄らないようにしてた。ならニーズにはなぜ行った？世界が一つになった時近くにいた。それで避難しただけ。やっぱりキサラと旅をすると勉強になるわね。勉強？何のことだ？料理のことよ。久しぶりに一緒に料理をして実感したわ。キサラの料理がどれだけすごいか。せっかくまた間近でその手際を見られるんだから、しっかり学ばせてもらわないとね。シオンの料理の腕ももう一人前だ。私から教わることなんてないだろう。そんなことないわ。キサラの料理って味付けの工夫はもちろん、手順にも無駄がないの。それに比べれば私なんてまだまだよ。技を盗ませてもらわないと。シオン、すっかり料理好きになったね。相変わらず買い込む食材の量は半端じゃないけどな。多くて困ることはないでしょ。それに使ってみたい食材がたくさんあるの。わかるぞ。この1年で国同士の交易が増えて、食材も各地でいろいろ手に入るようになったからな。ビスキントの町でも皆が新しい食材を使ってさまざまな料理を試しているようだ。世界中で新しい美食のレシピが生まれてるのね。ああ、全部作ってみたい。食べてみたい。でも食べるのはともかく、新しい料理を作るって大変じゃない？それはそうね。今はキサラがいるからいいけど、私一人で初めての料理を手際よく作れるかしら。それなら次に会った時に教えられるよう、私も新しいレシピをたくさん勉強しておこうか。いいの？ああ、私も新しい料理への挑戦は楽しい。それに頼られて悪い気はしないからな。どうせならみんなで定期的に集まってキサラに料理を教えてもらおうか。キサラの料理教室か。それはぜひ俺も参加してみたいな。いいだろう、何人でもかかってこい。教室っていうより道場かな。じゃあ鬼決めようぜ。精霊術使うのなしだからね。そんなズルするわけないだろ。けさ、信じられるかい？本当なんだよ。これがまた傑作で。どうして一緒にいられるの？ん？何がかな？レナ人とダナ人は全然違うのに。確かにレナ人とダナ人は違う。例えば私は精霊術を使えるが、ダナの彼は使えないしね。でも彼は私よりずっと足が速い。彼の友人はそれは見事な声で歌うことができる。かくいうあなたは宮殿に飾られるほどの彫刻家だ。違いを理由にいがみ合うより、
認め合った方が得るものもずっと大きいんだよ。それに日々暮らしていると能力とか違いが意味を持つ機会なんて存外少ないもんさ。よくわからない。まあここのやり方が少々よそと違うのは確かだ。慣れないうちは戸惑うのも無理ないかな。見たところ君はティオハリム様のお連れだね。なら閣下にもお尋ねしてみるといい。私たちにこのやり方をもたらしてくださったのは他ならぬティオハリム様だからね。そうなの。そういうことになっているらしい。どうだナザミル、この町のことは少しは分かったか？うん、レナとダナが本当に仲良くしてるのは分かった。どうしてできるのかはまだよく分からない。ここで暮らすことについてはどうだ？うん、ここは安全だと思う。よかった。ならあとはドラシンに会うだけだな。新しい武器よかったね。これはティオハリム様、それに皆さんも。ご連絡いただければ歓迎の準備をしましたのに。それには及ばない。今の私はメナンシアの統治者ではないのだから。それより頼みがあるんだ。もちろんです。私にできることでしたら何なりと。ナザミルだ、ここで暮らせるよう取り計らってやってほしい。わかりました。レナかダナか聞かないの？手続きの際に確認はさせてもらいます。とはいえさほど重要ではありません。大事なのはこの国、この町の理念に賛同できるかどうか、その一点です。あなたはどうですか？自分と違う人々と分け隔てなく接することができますか？まだよくわからない。でもレナとダナが争ったりしないのはいいこと。結構です。一応審査はありますが、まず大丈夫でしょう。近頃はダナ人もレナ人もこの国の豊かさだけに惹かれてきて、共存には異を唱える者も多いのです。なればこそ私たちの理想を守り抜く覚悟ですよ。おっと、話がそれました。当面正式な住まいが決まるまではアウテリーナ宮殿内に部屋が提供されます。宮殿に？宿場じゃないのね。広さと部屋の多さの有効活用だ。今は宮殿も人々の共有財産だからな。宮殿へは私たちが連れて行こう。ラギルが？わかった、後で会いに行こう。アルフェンたちはこの町に住んでいるんじゃないの？今はキサラとリンウェルだけだな。アルフェンとシオンは旅暮らしの身だ。そうなんだ。どうした、ナザミル？うん、屋上の奴らが育ったな。
何か作れるかな。なんだったらそのままでも結構よ。うわ、待って、食べないで。大将やキサラと一緒に宮殿暮らしか。私も今は止めてもらう側の身だ。止めてもらうってキサラにか。お前は何を言っているんだ。時間潰すって言ってもよ、この宮殿遊ぶ場所なんてねえよ。図書の間で本を読むとか。どうせなら詩を読むのはどうかな。時間なぞあっという間に過ぎるぞ。中庭に行きませんか。呼びに来られてもすぐ分かりますし。困っている人がいたら。分かっている。耳をか。どうよ。これでどうだ。やった。確かにキサラは教師に向いていると思うわ。料理の仕方を教えてくれた時も上手だったもの。子供にも好かれそうだしな。鬼なとこさえ出さなきゃ。何か言ったか、ロウ。何も言ってません、キサラ先生。
相変わらずいつも本とにらめっこだな。どんな本読んでるんだ？いろいろだよ。昔の記録とか歴史書とか。今読んでたのは精霊術の本。なんでそんなに読むんだ？本読むと精霊術が鍛えられるとか？違うよ、知りたいから読んでるだけ。あとは研究のためかな。研究？そう、ダナの魔法とレナの精霊術の統合は可能かとか。下病のことも気になるし、ダナの歴史調査も。あ、難しい話はよくわかんねえけど、あ、その研究の目標ってのあるのか？目標？いつかやってみたいことはあるかな。自分でも本を書いてみたいんだ。誰かの本を読むだけじゃなくて。へえ、初耳だわ。どんな本を書きたいの？いろいろあるけど、特にダナの魔法のことかな。私の知ってることをなるべく形に残したくて。それにもしどこかに私以外にも魔法を使えるダナ人がいたら、その本がきっかけで出会えるかも。いろいろ考えてんだな。すげえよなお前って。どうしたの急に。褒めても何も出ないよ。いや、称賛すべき考えだ。貴重な知識も形にせねば失われる。君の著書は後世の研究者たちの道しるべとなろう。そこまで言われると照れるな。私は好きで研究してるだけだから。わかるぞ。書物も芸術も悠久の時を経たものは何とも言えぬかぐわしい魅力を放つ。うんうん、古い本の匂いっていいよね。ああ、うん、そうだよな。なんかうまそうな匂いするよね。え？私の本は食べないでね。猫だ。ザーレは元気かな。好きなのか、その花。その花、バベンサロアメンデクがレナとダナが一つになった印と言われているから。
レナでもダナでもない。自分のこと思い出させるから。なのにどこに行っても生えてる。アルフェンはどうして平気なの？王の調整隊であることまか。ニスにいた時、他の場所でも聞いた。炎の剣はレナの最悪、破壊者だって。ダナの人たちもそう。みんな自分とは違うって目でアルフェンを。なのにどうしてそんな風にいられるの？何も感じないわけじゃないんだ。ナザミルは俺が怖いか？確かに私たちはレナの体制を壊した。だけどそれは誰かを傷つけるためじゃなかった。本当よ。分かってる。アルフェンもシオンも最初から私を助けようとしてくれた。スルドの娘、ダナの子、調整隊。私が何者なのか知っても変わらなかった。嫌わず守ろうとしてくれた。初めてのこと、嬉しかった。だから、あのね、だから、ありがとう。お礼を言うのは俺の方だ。え？誰かが不当に傷つけられないこと、もしそうなりそうな時は力の限り守ること。俺はずっとそのために戦ってきた。だからナザミルがそう受け止めてくれて、やってよかったって思えたんだ。ありがとうな。あ、正しいと信じてしたことでも、いつも分かってもらえるわけじゃないの。あなたの言葉は何よりの励みだわ。人は生まれや素性で相手を判断しがちだ。実際に何をしたかじゃなく、思い込みだってある。世界は変わっても、
人々の心は簡単には変わらない。それでも俺はどうすればいい。私アルフェンの力になりたい。役に立ちたい。何をすればいいの。あ、それは部屋の準備できたってよ。 ああ分かった。行こうか。続きはまた今度話そう。行こうよ。ここでどのくらい暮らすにせよ不自由することはないはずだ。うん、考えたら随分仰々しい名前だよな。あの花確かティオハリムが名付けたのよね。世界合一で現れた花だ。どうせなら融和の象徴になればと思ってね。
正式な住まいが決まるまではここがナザミルの家だ。じゃあここでお別れか。寂しくなるな。ヴィスキントに来た時は顔を出すわ。うん。ナザミル、渡すものがあるんだ。これ、あの時の。そう、大切な人への気持ちを込めるお守りだよ。私たちで少し直してみたの。お前は自分にそんな人はいないと言ったけど、これには俺たち全員の思いがこもってる。でも、だって…本当に…あ？俺たちが仲間であることの証。また会う約束の証だ。友達ってこと。友達、私の、同じ、一緒の。よく似合ってるわ。ありがとう。必ずまた会おうな、ナザミル。ナザミルのこと、なんとかなってよかったわね。ああ、それだけでもヴィスキントがこうで会ってくれてよかった。よかったですね。これも巡り合わせというものかな。ラギルって金砂の猫の女の人だっけ。今は私と同じくゴミン隊の一員だ。その彼女が探しているということで。何か困りごとってか。ラギルは宿場の近くにいることが多い。行こう。何かあったの、ラギル。ズーグルよ、とうとう牧場にまで現れるようになったわ。牧場が？それは由々しき問題ね。そうなのか。知っての通り、総世界の合一後、各地の精霊力属性は緩やかに均衡が進んでいるからな。その影響でメナンシアでは以前より収穫量が低下している。その意味でも牧場の被害は問題なんだ。まあ要するに畑や牧場を守るのは大事って話だよな。あれ、でもゴミン隊は？ズーグルならゴミン隊の仕事だよね。もちろん何度か出動したのよ。でもなぜか毎回裏をかかれてしまって。だからこうして教官殿に相談してるの。わかった。私が行くとタイには伝えて。皆はその間町で。君は悪い癖が抜けないようだ。もっと周りを頼りたまえ。ですがこれは難しいことはともかく、食糧危機は捨ておけないわ。動機は十分だ。行こう、キサラ。助かる。キ
気をつけて。相手は本当に神出鬼没よ。総世界合一の後は全てのズーグルが実質はぐれになったせいで厄介が増えたな。なんでレナ人は操れなくなっちゃったんだろうね。レネギスあってこその能力だったのだろうな。どうしたの、ロウ。いや、なんか気配を感じたような。何もいないけど。気のせいか。ロウ。し、やっぱり何かいる。何かって、ズーグルか。ネズミとかじゃないの。違うと思うけど、わからねえ。一発ぶちかまして炙り出し。待って。ナザミル、ついてきたのか。まさか町で何かあったのか。違う、ただ残りたくなかった。町より一人で外で暮らす方がいいというのか。そうじゃない、ただ俺たちと一緒に行きたいんだな。うん、わかった。本当にいいのか。もう会えないってわけじゃないし、ビスキントにいる方が安全なのは間違いないぜ。でも私たちみんな一人ぼっちの辛さはよく知ってるよね。そりゃそうだけど。さっきの姿を消す能力、いざという時はあれを使えば隠れられよう。約束できるか、ナザミル。うん、約束する。決まりだ。あの牧場も久しぶりだな。元気してっかな、あいつら。動物好きなの。好きっていうか仲間と思われてるんだよね。ちげえよ。やったわ。どうしたの。新しいレシピに載ってた食材だ。これは。ね、あの女性、やけに筋肉にこだわっていたが、試験とやらと関係があるのだろうか。私たち一体何を試されてるんだろう。ちょっと怖いよ。でも筋肉好きに悪いやつはいないと思うぜ。ああ、鍛えた筋肉は努力の表れだ。あのおばあさんはきっとキサラの筋肉を見て俺たちを信じたんだろう。なんでそんなに筋肉
への信頼が厚い。これがあれば武器を作れそうだ。本当に私たちをやっているのか。巻き込め勝利と氷の槍を流星陣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 押して動きを止める。息の根止める。こんなの落ちてた。突破するぞ。敵に乱れが見えた。なんとかいけそうだな。だが気は見せるなよ。小物に時間はかけてられないわ。どんどんアルフェンに戦う。次昇竜と流星陣炎月流星陣トロトロトロマ炎豪華。さて今日の献立はどうするか。全力で行くぞ。来るなら来い。次やらせない。そろそろ終わらせるぞ。動きを止める。息の根止める。今だ。ビメル精霊力をアタック込む。ビメルやったな。何あるけ巻き込め。流星陣行く。砕けろ。さすがの突進力ね。シオンの弾と合わせれば敵なしだな。渡ってもいい。受けられそう。俺の中の炎が昇竜と後半だ。昇竜と巻き込め。流星陣丸々もろい部位を狙っていこう。シオン抜点陣お前がいてこそだ。ある。次流星陣実戦後フリーズランサー。突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。わかった。任せたぞ。昇竜と力使用抜点陣。こっちはまた。はい次シアファーストリーの力で取って。あなたの前に突破する。待たせてしまったか。大丈夫。でも待っててくれる人がいるって。なんか嬉しいね。ここなら煮炊きできそうだな。リーメル、こっち、こっち。ハンマー！
リンウェルのおかげだ。こうも飛び回られてはな。分かってるわ。力がみなぎってくる。容赦しないわよ。もし狙われてない。まだよ。俺が相手だな。ナザミル、早く隠れて。気をつけて。まだ失敗してくれたよね。こそがゆいものだな。今だよ。どうも。変更か。すぐ向かっててきた。落ち着いて帰ってください。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に飛べた。任せたぜ。ジェネシック。来たぞ。増援だ。邪魔はさせないわ。倒れろ。これでズーグル退治は完了だ。農家のおばあさんに報告に行こう。
おばあさんに素質を見込まれたし、早くメナンシアの食料事情を解決しないとね。そうだな。おばあさんの手伝いに備えて今から少し鍛錬を増やしておこう。リンウェルも一緒にどうだ？体調管理にも役に立つぞ。私は遠慮しておこうかな。遠慮なんてしなくていい。ほら、軽く腕立て伏せ100回から行こう。それ軽いの定義が間違ってるから。大丈夫だとは分かっていても水につけるのは。だから問題ないわよ。私たちの剣でしょ。私たちか。変わるものだな人。
ず早速料理してみるか。善は急げよ。おお、お前さんらか。久しぶりだの。特に坊主、お前はもう少し顔出さんか。俺だって忙しいんだよ。待て、それよりじいさん、家畜がズーグルに襲われてるって聞いたぜ。なんじゃ、ご民隊の代わりなら最初からそう言わんか。はて、見覚えのない顔がおるな。随分と若いが、ご民隊の新人か。違うよ、新人は新人でも私たちの友達。動物が襲われたの。ああ、そうじゃ。家畜とはいえ大事に育ててきたんじゃ。それをむざむざズーグルに食われるとは。それでどんなズーグルなのだ。わからん。わからん。いや、後からしてズーグルなのは間違いないんじゃ。だが何ともやられてるのに姿を見たことがない。一度なぞ音を聞きつけてすぐ駆けつけたのに見えなんだ。まったくもって不可解だわい。じいさん、見かけによらず無茶するな。何度も来てるということはこの辺りに住み着いてるとは思うんだがの。わかった、街道を中心に調べてみよう。ナザミルも動物好きか。うん、ひどいことを言わないし石も投げない。うん、あらら、ナザミル大丈夫？平気、少しつまずいただけ。ちょっとした油断で捻挫することもある。気はつけた方がいいぞ。うん、お腹が空いたとか空腹でふらつくことだってあるわよ。確かに少し休憩してもいい頃合いかもしれないな。ほらろほらろフルルも気をつけろ。だって自分も面倒見てるつもりみたい。うん、大丈夫、ありがとう。ナザミルもだいぶ打ち解けてきたと見えるな。みな少し構いすぎという気もするけどな。構うのは関心の表れだ。本人が嫌でなく自立の妨げにならぬ限り問題なかろう。あんまし甘やかしてるとそのうち誰かさんみたいに着替えも満足にできなくなっちまうんじゃねえの。心配ご無用だ。その気になれば何歳からでも覚えることはできる。説得力あるようなないような。右に出る者はそういないだろうな。草を踏み分けた跡とか食べ残しとか見つけたら教えてくれ。これは？あ、現場で見た痕跡と一致しない。別のズーグルのだな。
珍しいものなの。油断しないで。言われなくても。はあ、叩きつける。形が違うし、最近のものじゃない。そうなんだ。全然違いがわからない。本当に私たちのつもりか。炎よ、巻き込め。輝き照らせ。火を抜き抜け。魔人剣トーラ。何かに使えそうだな。一休みしないか。あ、今なんか。これはまた違うか。いや、牧場に残ってた特徴と一致してる。ということは。ああ、近いぜ。これはが出ている。
見つからないわね。この辺のはずなのにどうなってんの。これだけ探してるのに見つからないな。それなりにでかいやつのはずなんだ。そうそう隠れられるはずねえんだけどな。これじゃまるで姿が。わかった。ナズミル待て、何をする気だ。待ってて。姿を消せるズーグルだったとはな。道理で見つからないわけだ。しかしよく気がついたな、ナザミル。みんなが話してるのを聞いて、もしかしたらと思った。やつは自分は見つからないと思って、同じ見えない相手には油断していたのだな。余計だった。正直、危ないことをしてほしくはなかった。でも、
ナザミルがいなかったら俺たちは気づかないままやられてたかもしれない。ありがとう。そんじゃボグデルのじいさんに早いとこ片付いたって知らせてやろうぜ。お、なんかご機嫌だな、ナザミル。人から感謝されるのって嬉しいもんね。どっちなさい。動かない。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。まだ残ってるわ。出てきてはダメよ。もう少しだけ待ってて。決めて、精霊力全開。いっけー、切りも残さないわ。そうで流星陣氷の槍。ここのところ運がいいな。さあ行くぞ。長くがいい。こっちだ、私が守る。みんな炎の剣を使うぞ。アンサーの展開を揺られて。氷アップ炎よ、巻き込め。あの不死致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。火の精霊術よ。バーストライク。どういうこと。氷の流星陣、流星陣、流星陣、決めて。ジェネシック、これをオーラで。今だ、やるぞ。今だよ。こっちこっち、ハンマー。あの技はが決まってて、みんなと一緒だとあっという間なんだね。待て、じいさん。おい、しっかりしろ。坊主か。どうしたんだよ、何があった。あの後また例のズーグルが来よってのを今度こそと思ったんだが、ぬかったわい。ひどい傷よ、今治癒術を。その人友達なの。友達っていうか、とにかく世話になってる人なんだ。分かった。ナザミル、これは。じいさん、わしは一体てっきりもうダメかと。あれだけの傷を一瞬で。大したものだわ。役に立てた。もちろんだ。ほら、お前さんが助けてくれたのか。うん。そうか、おかげで命拾いしたわい。ありがとう、ありがとうな。俺からも感謝するぜ。お前ってすごいんだな。よかったな、分かってくれる人だっているんだ。これからだってきっと。さて、今度こそ任務完了だな。ダギルに報告に戻るとしよう。よもや捜索の隙を突かれるとはな。ああ、
危うく取り返しのつかないことになるところだったぜ。本当、ナザミルがいてくれてよかったよ。ねえねえ、思ったんだけどさ、ウィスキントに戻ったらお祝いしようよ。お祝い？なの？もう鈍いな。ナザミルの活躍のだよ。うん、初めて一緒に依頼を解決したんだ。それに一番のお手柄だったのだからな。だったら俺、前から行ってみたかった店があんだよな。そこにしようぜ。どうしたナザミル、遠慮しなくていいんだぞ。そうじゃない、ただ知らない人たちに囲まれるの落ち着かないから。だったらまた前みたいに野営はどうだ。あ、それもいいな。またみんなで火を焚いて飯作って盛り上がろうぜ。嬉しい。楽しい夜にしようね。さて、何を作るかな。ナザミルのためですからね、珍味は避けてください。容赦しないわよ。こうも飛び回られてはな。わかってる。わかってる。やるか。マジンテンシー。生命力全開。いっけ。知り物ことないわ。当然。倒したぞ。小物に。ああ。どんどん倒す。もう敵はいないようだな。席の配置はと、よし、こんなもんだな。そっちはどうだ。ああ、食材も全部揃った。調理の準備は万端だ。手伝いはいらないか。その、味付けとか。ダメよ、今日はみんなの舌とお腹を危険にさらすわけにはいかないの。そうか。ん？ナザミル？あ、焚き火に使う木の枝集めてきた。このくらいあればいい。あ、十分だ。助かったぞ。今日の主賓なんだから手伝わなくてもよかったのに。うん、私もみんなと一緒がいい。あ、ナザミル戻ったんだ。おかえり。え、どうしたの？私何か変なこと言った？あの、おかえりって。あ、戻ってきたところなんだろ。私そんなこと言われたことない。なかったから。その、ただいま。え、こういう時はただいまでいいんだ。おかえりというのは帰るべき場所に戻ってきた仲間にかける言葉だ。帰るべき場所、私の、ここがそうということだ。今、ん？ただいま。あ、おかえり、ナザミル。おかえりなさい。さあ、暗くなる前に準備を終えてしまおう。ナザミル、手伝ってくれるか？うん、やってみる。忘れぬ夜としよう。ああ、任せとけって。ずっとこの旅が続けばいいのに。ずっとは無理よ。う？旅には理由と目的があるもの。それが終われば旅も終わる。そう、そうだね。でも終わらないものもある。友達、仲間、
あなたとの絆はずっと続いていくわ。うん、そうだといい。ほーろろー。なあ、フルルのやつ結構ナザミルに懐いてねえか。うん、きっとナザミルのことが気に入ったんだと思うよ。ああ、あいつ結構エリ好み激しいよな。ロウはフルルと仲悪いの？羨ましいだけだよ。自分はフルルに相手してもらえないから。な、そんなわけあるかっての。だいたいあいつなんかってえと俺の頭むしろうとしやがるんだぞ。ダナフクロウって繊細だからね。大雑把な人とは相性悪いと思うよ。ほらだ、ほらほら、フルルもロウじゃダメって言ってるし。お前ら俺に厳しすぎるだろう。まあいいじゃないか。その分ロウは他の動物には好かれてるだろう。それ慰めになってねえし。好かれるのはいいと思う。嫌われるよりずっと。ナザミルは好きな動物はいるのか？飼ったことない。ルネギスにはいなかったし、ダナではそんな余裕なかった。そうか。でももしかしたらこの先そんな機会もあるかもしれないぞ。そうかな。そうだよ、ナザミル動物と仲良くする素質あるもん。ほら、間違いないだって。うん、見た目も味もバッチリだ。こんなに眠れたの久しぶり。変わったわね、私のこと。ええ、柔らかくなった。そうだな、楽しそうと言った方がいいかもしれないが。これが楽しいということなのかよくわからない。でも前と違って胸の奥が軽い。変な感じだけど嫌じゃない。力を使って誰かの役に立ちたいと思ったことも、それで褒められたこともなかった。誰かと、友達と一緒に旅をすることだって。これからだってきっとあるさ。これから。何か夢はないか、やってみたいこととか。わからない、先のことなんて考えたこともなかった。無理に考えなくてもいいんだ。そうだ、好きな趣味とかはどうだ？よくやることでもいいと思うわ。書くことか。書くこと？見たこと、思ったことを絵に。時々だけど。ほう、絵をたしなむとな。耳ざといですね。でも印象に残ったものを書くんでしょ。素敵な趣味だと思うわ。よかったら今度ナザミルが描いた絵を見せてくれないか？うん、いいよ。行き先が決まってて、みんなと一緒だとあっという間なんだね。おお、
失態だ。今回ばかりは厳しい訓練が必要になるな。これが噂に聞く鬼教官の姿か。シー、聞こえちゃうよ。ちょっと牧場の様子を見ねえか。新しい武器、よかったね。な、うん。ああ。え？攻める。
決めたまえ。我らに敵なしといったところか。仕留めた。取った。仕掛ける。無人中おせいや。まだまだ決める。無人中まだまだラスタ止める。テンペスタ。何何攻撃に出る。おこの道に止まれ。天国を封じてやろう。任せたまえ。おめよ我がコン。バリア仕掛ける。恵みの光を。効かない。今だ。一気に無軍だ。じゃあ風切り撃つ。無人中バラ死ねる。ドタキヨネ撃つ。スルボコイ撃つ。バラキ止め。相手の名前ところで、動くに何輝き届いて、最低の力となる。リジェネレイト盤石の体勢で挑もう。盤石の体勢で挑もう。死ぬられし強制が邪魔を積んだ。まとめて片付ける。成功。なんてこった。うん、うん、キサラのあの気迫、なんだかいつも以上にすごかった気がするな。ああ私もそ、私
それを感じさせてもらった。俺、キサラと一緒に訓練するのだけはやめとくわ。さて、なんと。承知した。キサラ、ますますテューハリムの扱いが上手くなったわね。もう長い付き合いだからな。彼のことはずっと近くで見てきたつもりだ。大将も鬼教官のキサラには頭が上がらねえってことか。ロウ、少し話がある。付き合ってもらうぞ。ああ、冗談だっての。だから頼む、許してくれ。デュオハリム様も。ああ、よかった。どうした？牧場のズーグルなら倒したぞ。本当？助かったわ。でも、それどころじゃないのよ。あの後、漆黒の翼から知らせがあったの。漆黒の翼？自ら？町のダナ人とレナ人が互いにおかしな動きを見せていて、もう抑えきれないかもしれないって。それで。分かってる。俺たちに来てほしいんだな。九死で救援を求めるくらいだ。前より危険は大きくなっていよう。ああ、しかもせっかく離れたニズだ。それでも一緒に来るか。みんなと一緒がいい。私も役に立ちたいから。自分で自分の面倒を見られるのは証明済みだもんな。出発しよう、ニズだ。ニズの連中、何を追っ始める気だ。武器がなくとも、レナ人には精霊術がある。レナはそうでも、ダナは。まさか、また爆弾とか。皆が皆、争いを望んではいないはずだ。何とかしてやめさせよう。